デンバー、米コロラド州、17日、日本時間18日、米大リーグ機構はオールスター戦、7月16日イコール日本時間同17日、アーリントンの先発野手を対象にしたファン投票の第1回中間結果を発表し、ドジャースの大谷翔平投手、29、ガナリーグの DH 部門で100万2377票を集め、トップに立った。 ナリーグトップの20本塁打をマークするオズナ、ブレーブスとはダブルスコアとなる約52万票差をつけ、リーグ4位の得票数。一類種部門でな最多得票だったハーパー、フィリーズとは約11万票差で、今後リーグ最多得票に浮上すれば先発出場が決まる。大谷はエンゼルスに所属した昨季。 アリーグ最多得票の約264万票でオールスターに3年連続で出場。選出されればナリーグでは初となる。全体トップの得票は、アガイア種部門のジャッジ、ヤンキースで136万6315票。日本勢はカブス鈴木が長いシュ部門で12位、レッドソックスの吉田がアディエイチ部門で9位に入った。